るし、心にも打つ、心打たれるって意味でも言える。で、インテンサーもそろそろないのかな、強烈な。で、あとはそうですね、あ、ほらこれね、パードラーよりも長い、協定とかこういうちょっと人間に関する言葉って出るときあるんで、タドーでよちよち歩くって意味なんだ。だからよちよち歩きの赤ちゃんっていう、タドラー、タドーでよちよち歩くっていう人間に関するもともと動詞です。はい、
何々か、まあ、主にも建物なんで建物に書いておきますわ。主に建物です。建物を取り壊す、これ覚えてると結構使い勝手いいんでよろしくお願いします。 tear down で建物を取り壊すです。はい、最近は減ったけど、3、4年前、日本の空き家が問題になった時に、岡山大学とか広島大学とか熊本大学とか、空き家に関する問題が出すときにね、古い家を取り壊してとか、こういうのがあると言えたりするよね。はい、というようなところなんですよ。はい、ということで、1つ目の答えは C です。よいしょ。はい、ということで、小さな、ほんの些細な音に対して怒りが爆発しちゃうエリー・ラップちゃんのお話です。はい。で、第2パラグラフのところも先に単語だけやってしまいますから、第2とかも大丈夫だと思うんですけどね。持ってるものなの。This isn't it. これなのと、エリーは語った。
ですから流れから明らかであって、ミソフォニアイコールディスですから、ちょっともう画面飛ばないですけれども、2番について、What does this refer to? は、のミソフォニア。はい。そのもの。記事ではないんで。うん。記事にしちゃうと、This is what I have. 私が持ってる記事だよになっちゃうから変だよね。やし、これはミソフォニアそのものを私が抱いているね。体に内在してるハブの方なんで、ね、I have black eyes ね。私黒い目なの。あっちの方のハブですから、これは病名の方でお願いします。はい。で、ミソフォニアに関する説明。ミソフォニア is characterized by intense emotion like rage or fear in response to highly specific sound, particularly ordinary sound that other people make. This course is a no. と続きます。まあ、fear は不安も大丈夫だよね。怒りや不安。で、in response to は何々に反応してのニュアンスで大丈夫ですから、そういうことですよね。こういうことが書いてあります。ミソフォニアは、はい、大変特殊な音、とりわけ ordinary sound that other people make、他の人が生み出す普通の音のようなものに対して怒りや不安のような強烈な感情として特徴付けられている。characterize 悩みを特徴するですから特徴付けられています。The cause is unknown. unknown 未解決、わからない。unknown は国立で英文和訳出る人は必ず押さえておいてほしいのは、もう基本的に未知のっていう形容詞が出てきたら unknown で何とかします。これも国立の和訳が出てた必須です。unknown が。和訳だけじゃなくて、和文英訳ね。英作書くときも、unknown。未知の何々が出てきたら、unknown things ってやれば何とかなります。原因不明ですって言ってるよね。The cause is unknown。ね。すごい、だから大変なんでしょうね。はい。原因不明で、ちょっとした音が鳴ると、プンプンしちゃう。はい、というようなところで、次第3パラグラフに突入していくわけですね。まあまあ見た感じ内容そうですね。トリガー、ちょうど2週間ぐらい前やったね、あの因果関係を表す。今回は名詞で使ってるので、単純にトリガー、キュッキュッ、拳銃の引き金の意味でいいです。はい、で、あとは、スニフは鼻を嗅ぐ。あれかな、すするみたいな、鼻をすする。なんだっけ、チック症の文章を早稲田の時のやつね、2ヶ月前からちょうど私来たぐらいでやったと思いますけども、あったね、鼻をすするっていうあの音です。で、ブローはその意味で今回もやってるので、今回のブローは鼻を噛むですね。ノーズブローイングになってますから、鼻を噛むの意味です。はい。見たことですね。そうですね。うん、サムハンをしっかり押さえておいてくださいね。どういうわけか。サムワットとよく間違える人がいますね。サムワットはややとか少しとか幾分っていう意味なんで、ここと間違えないようにしてください。するね、ハムっつったらハミングする、鼻歌のやつ、ふん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 ってやつ、鼻歌を歌うわけです。ハミングする、もう、まあ、ハミングで大丈夫です。これはさすがに、です。でこの辺りの単語を押さえて、本文を入っていけばいいのかなと思いますね。はい、ミソフォ
ニャのことでしょう。ファピボフサーフォニッチ。だこれ最初に要するにフォアから始まってるんですけど、単純に複式持ってきただけです。ミソフォニア、まあ、今からちょっとミソフォニアって言い方割としてきますけど、音圏音症ね、音圏音症って言っちゃおうか。まあ音圏音症に苦しむ人にとって meltdowns are common triggers、ね、口から出る音は共通の引き金になります。そらね、口から多少音出ますからね。 Chewing is almost universal。 もう噛む、ね、噛む時の音はもうほとんど一般的にそうです。 Gum chewing is almost universal。 もうガムを噛む音もそうなんです。 They also don't like the sound of snort, clang, coughing, sniffing, nose blowing, and the mouth things。 はい、あ、ごめんなさい、スロートは喉ね、喉ね。はい、で彼らはまた喉ではっきりとゲホゲホと crying, coughing, 咳をする、喉からはっきりと咳をする音であったり、スニフ、鼻をすすったり、ノーズブローイング、鼻を噛んだり、 a number of things、 多くのことを嫌います。と says Jeline Jeff, a psychotherapist、 心理セラピストのジェリー・ジェフは語ると。 Who specializes in misophonia and works with rap for some a rap となってますね。はい、ラップとボークウィズナーで協力してっていうニュアンスでいいです。ラップと協力してミソフォニアの専門としている心理セラピストの、まあ、ジェイリン・ジェフ氏は語る。はい、yes. で、for some、まあ、いくつかなんだけど、the sight or someone chewing or specific smell or even having to have more painful licking shampoo but a negative reaction。 はい、誰かが何かを噛んだり、特別な匂いだったり、もうハミングだったり、タップ、こう叩く音だったり、もうペンをカチカチする音だったり、そういったものの、ね、一連の光景があると、triggers negative reaction、否定的な反応を起こしちゃいます。It's as if the cerebral part of the brain thinks somehow it's being attacked or it's in danger, say Jeff。 まるで、脳みその中のサバイバルパート、まあ、生存箇所、生存に関する部分、危険で危ないってやつよね、うん、脳みそに関する生存部分がどういうわけか攻撃されている、もしくは危険であるかのごとく、感じているとジェフ氏は語ります。普通の人にとっては何ら問題のないことなのに、過剰に、しかももう異常なまでに過剰に反応してしまう。第3パラグラフですけれども、In the context of paragraph 4、はい、あ、3ですね、ごめんなさい。これをスピードにしてほしいということでしたね。よしよしよし。はい、3。We need to be throwing sound that's not belong。気をつけてくださいね。当てはまらないものはない。Not belong。ちょっと最初一瞬焦ったかもしれないですけど、冷静にそちらは chewing, sweet, coughing, また laughing はなかったから出るんですね。はい、で、オーラスです。はい、で、じゃあ今後ミソフォニアについての扱いをどうしていくかっていうところのこれお話になっております。はい、で、ちょっと第4パラグラフの先に文章を読みますと、単語頑張って覚えてくるよ。ダイアグノーシスは診断。先にドヤ顔でダム書いちゃった。診断。はい。Medical manuals。はい。あとは、symptom、症状。大丈夫だね。しっかり押さえてね。はい。ムーディスオーラーと近いと思います。気分障害。メランコリーってやつはね、うつみたいなやつですよ。With very low is heart and sad and depression。ディプレッション、うつとかもしっかりも抑えてるんでね、お願いしますね。はい、で、classified。まあ、classify はこっちに書いておくと、classify で分けるなんで、何々を分けるですから、はい、で、サブセットはね、一派一組。はい、こんなもんでいいかな。はい、
的に見たミソフォニア、音嫌悪症の位置づけを最後喋って終わりです。ここまでの中でね、音嫌悪症はここ数年間で出た名前なんですよ。ミソフォニア got its name just a few years ago and it's not officially listed as a diagnosis in any medical manuals。 いかなる医学のマニュアルにおいても診断として公にリスト化されていない。まだまだちょっと不明瞭な点が多いんだよね。Many doctors have never heard of it. 多くの医者聞いたことないし。And if patients do mention、their symptoms. はい、患者がこの症状について本当に主張したとしても、この do、強調の do です。気をつけてね。動詞を強調したかったら直前に do 書くんだったよね。これ並び替えとかの時に間違えないようにね。ね、do, did, does、ね。変革して置けますので。変えてもいいです。患者が本当にその症状について強く説明しても sometimes dismissed、 却下されるということです。却下されるか diagnosed with a mood disorder、 気分障害として診断されちゃう。ミソフォニアなんてまだ医学的に確立されてないから、こうなんか医者がそれで診断したくないんですよね。 Well, many people with misophonia also have anxiety or depression。で多くの人がミソフォニアを持っている、音嫌悪症を持っている多くの人が、心配やうつっていうのがある一方で Not all of them do、全てがそうなるわけではなくと。 There are few studies on misophonia、 音嫌悪症についての、研究はまだまだ少なく、ここはちゃんとね、 few はもう必ずあがついてるかついてないかはちゃんと確認して、まだ何々ない否定の方です。ミソフォニアに関する研究はまだ少なく、そして expert disagree over whether it should be classified as its own disorder or subset of another。 つまりミソフォニアっていうのを一つの独自の障害として分ける、もしくは別の障害の一派として分けるかどうかは否定してるわけ。 disagree、 意見が一致していない。だからまだ分かんないから、分かんないものに何でも病名つけたら大変なことになっちゃうので、ちゃんと確立されてから病名ってつけます。保険とかも全部絡むからね。ミソフォニアという病気ですっつって診断を見たりとかあるから、そんな簡単につけれないんですよねっていうお話。 Because it's so little understood、 あまり理解されてない。 The people around those suffering from it have trouble believing or understanding how painful their symptom can be。彼らが抱えている症状がどれだけ痛ましいものなのかを理解し信じるのに、難しいということに苦しんでるね。People around those suffering it。 それを苦しんでる人っていうのが、その言い方の方がよかったので、苦しんでる人っていうのはなかなか信じてもらったり理解されるのに苦し、困っているというところです、ね、症状がどれだけ痛ましいかを信じてもらったり理解するのに困っているという。はい、なので最後のところは Who suffers of misophonia frustrated? あ、怖いでしたね。 Why are sufferers of misophonia frustrated? ミソフォニアの症状に苦しむ人 Sufferer、 ミソフォニアの症状に苦しむ人がどうして frustrated とイライラしているのか、みんな理解してくれてないからだよね。 Yes, because few understand the problem。わずかな人しか、理解してくれないから。だからもう症状を抱えてることに対するフラストレート苛立ちじゃないんですよね。第4パラグラフっていうのはこの主題は基本的にミソフォニアが理解されてないことに対する主題となっているので答えは A でございます。